SRC 広島は広島県広島市を拠点に活動するサッカーのクラブチームである。総武時は広島教員サッカークラブの名前の教員のクラブであったが現在は様々な職種で働く選手が在籍している。2011年から現名に変更。公式発表において SRC とはサッカーレプレゼンタティブクラブの頭文字を取ったものである。 創設年は1953年学校教員のクラブとして設立した。なおこの年から国体サッカーに教員部門が創設されている。当時はサッカーに関する情報が圧倒的に少なかったため、このクラブはプレーする場としてだけでなく、指導レベル向上のため、各教員が情報を持ち寄り情報交換する場としても機能した。これにより小中高校での指導レベルが上がり、 その教え子が関東や関西の競合大学や全国の実業団に進み、1960年代には様々なチームで中核となり、さらには1968年メキシコシティオリンピック銅メダル獲得に貢献することとなる。1966年から始まった県リーグには初期から参加。1973年から始まった中国サッカーリーグに初期から参加した。 1977年に県リーグ降格。1985年から再び中国リーグに昇格を果たす。1986年1987年と2年連続で2位となり全国地域リーグ決勝大会に2度出場した。1992年に再び県リーグに降格。1996年に中国リーグに昇格。 2002年に3度目となる県リーグに降格。ちなみに、この間、中国リーグでは優勝はない。その後は、教員選手は減っていった。また、1996年には、全広島サッカー選手権大会決勝で、広島経済大学を破り優勝。同年に行われた第76回天皇杯、全日本サッカー選手権大会に、広島県代表として出場した。 ちなみに、1933年の第13回アシキ州級全国優勝大会に、広島教員の名前のチームが出場しているが、現在のこのチームではない。2011年、広島市浅南区沼田町で中古車販売業を営む株式会社 SRC が母体となり、現名の SRC 広島に変更した。2012年、 中国地域圏リーグ決勝大会を勝ち抜き、11年ぶりに中国リーグ昇格を果たした。2014年、全広島選手権に優勝し、第94回天皇杯全日本サッカー大会出場2016年、全広島選手権に優勝し、第96回天皇杯全日本サッカー大会出場。中国リーグ初優勝。2017年、 全広島選手権優勝、ありがとうございます。